皆さんこんにちは、ダイダラです。マリオパティアイランドツアーやります。今日はついにクッパタワー編が始まります。クッパタワー編、クッパタワーっていうのはわかんない、クッパのを目指して登っていくんでしょうミニゲームに勝利しててっぺん目指せっていうやつでして、今日はこれやっていきたいなと思いますね。どんであるんでしょうか、行ってみましょう。はい、で、主要キャラクターは俺ワリオ大好きなんでワリオで行きながら始めていきましょう。難易度設定とかないんだね、なんも。登るんだ。90分間よろしくお願いします。行くぜ。どうなの？お？ここはマリオパーティーのアイランド。あお、ルイジー。今日のご飯何食べる？兄さん、たこ焼き食べたいよ。ピーチ、デイジー、みんな平和だ。と楽しそうなマリオたちを見て、クッパが黙ってるわけがありません。クッパ黙ってろよ。混ざってこいよ。ガッハ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 、我が輩もパーティーアイランド楽しむぞーい。何しろクッパ、なにゃ、なんか塔ができた。そう言うとパーティーアイランド内に不気味なタワーを作ってしまいました。これこそがクッパタワーだ。このタワーで我が輩特製のシャボン玉を作ってやるぞー。クッパは悪い世界をいっぱい閉じ込めた楽しくないシャボン玉を作りました。やめろって、パーティーアイランドの大ピンチ。どうすんべ、ワリオが行くんだよ。マリオはどうした、みんなワリオに任せないで、みんなも来て。マリオたちはクッパを倒してパーティーアイランドを救えるのか。こうしてクッパタワーの冒険が始まったのでした。始まります。クッパタワーの冒険、クッパを倒そう。ストーリーモードだね、完全に。これ結構高くない？何回やんのこれ。やばい、何回やるんだ。高い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 。マリオさん待ってください。多分キノコくん、やばいだよね。マリオさんがクッパタワーに向かったと聞いて追っかけてきました。私にもお手伝いさせてもらえませんか。いいえはい、ありがとうございます。じゃあタワー入りましょう。はい、イエーイ。というわけで行きますか、タワー。ワリオがこのクッパタワーにやってきたようだな、ワリオ。最上階へ向かっているようだが、シャボン玉作りの邪魔はさせぬ。我が輩の手下よ、湯気。なんだ来る奴ら。クッパタワー一回、なにこれ、ゲーム選べる。ん、ミニゲームの絵が描かれた扉がありますね。なんだなんだ、シャボン玉がすごい。マリオマリオマリオ、おい、マリオは敵なのか、もしかして。え、マリオさん、いや違う、クッパの手下です。ミニゲームで勝たないと扉の先には進めないみたい。やばくない？どのミニゲームで勝負しますか？え？崖下り、崖下りですやろうぜ。よし、行こう。やったことあるから大体ね。A ボタンにジャンプするだけ。ペッペッペッてするだけね。頑張ろう、 A ボタン押すだけ。だからミニゲーム、俺今まで練習してきたじゃん、この前の前回の動画とかまで。ねえ、だからそれを発揮していこう。CPU がこれ弱いだから、まあ、多分ね、あー弱いかもね、コンピューターちゃん。雑魚かもね、これ。俺に勝てるかな、コンピューターちゃん。俺ミスしないからね、こういうゲーム。はい、かかってこいよー。はい、ゴールー。ナンバーワー。おいおい、遅くね？やつら。はい。ワンよ、ナンバーワーン。最強、俺。やばい、弱いやつには生きってしまう。楽しい。マリオたち、バイバーイ。やばいぜ、これ。クッパタワー。お、ワリオ。よし。開いたワリオ。いいね。これ、2回いけるんだ。勝つたびに1個上がっていくっていう感じだね。詰まるところ。クッパタワー。次なんだ。わあ、またマリオしかいねえのかよ、敵は。マリオ、よし、勝負だ。どのミニゲームで勝負しますか。ウサギを集めろ、スライドパネル。え、スライドパネルとかで遊ぼうぜ。じゃあパネルしよう、タッチペン使おう、たまには。うん、ペッてタッチパネルをスライドさせて3枚絵を完成させましょうですね。行きましょう。ああ、簡単だね。ペッて横にするだけだもんね。これ、ペッペッパッ。はい、行きましょう。はい。
はい、キノコくん、まあ、こんな感じで、なんとなくでやっていけばいいでしょう。ねえ、はい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 と、はい、フィニッシュー負ける気しねえわ、これ。こんなで一生できるよ、俺。ボスがいるんだよね、今回。そこだけちょっと気になるところかな、このゲームで。よし、Rボタンの早送り押しときますね、ここは。すごい速度で登っていく。はい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 。よし、さあ次は3階です。だ、おっと、ミニゲーム対決前にクッパルーレットの時間だ。なんだクッパルーレットって。ワリオよ、この世をクッパタワーをより楽しめるようなイベント、クッパルーレットで決めてやる。なにこれ、最上階にご招待来て。なに、え、来て最上階、え、最上階ご招待だ。うん、こんなことをするとクッパタワー楽しめないじゃないか。頑張って自分の力で最上階目指せ。おい、なんもないのかよ。ふざけんなよ。いいじゃん、最初から行こうよ。ねえ、いや、これタッチペンさっきやったから、じゃあスペースジャンプやるか。次はコンピューターが強くなったりするんだね、ちょっとずつ。もしかしたらあれ、運が悪かったら。さっき逆に運がいいのかな、俺わかんないや。はい、では宇宙ジャンプを繰り返しててっぺん目指していきましょう。宇宙ジャンプ、レディーゴー。よいしょーい。宇宙ジャンプ、宇宙的ジャンプね、これが。宇宙的ジャンプ、どけ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 。ちょ、邪魔邪魔邪魔、お前ら。やばい、負けてる負けてる負けてる。宇宙的ジャンプ負けてる俺。宇宙的ジャンプ、ダイダラ頑張れ。宇宙ジャンプ、ダイダラ。ほい、よっしゃ、宇宙ジャンプするんだ俺は。よし、いいとこまで来てる。おやっとー、さあ、とゴールするだけ。待て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 。ぶつかった、やばい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 、めっちゃ落ちる、やばい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 。頭ぶつけてる、助けて。結構上がり幅狭いな、ここ。オッケー、やっと着いた。ギリギリだったわ。ニューレコードだけど、ガチ遅いけど。やばい、これコンペ台今弱いだからさ、なんとかなったけどさ、これ普通とかだったら負けてたかもしんない、今の。俺これ苦手だな、スペースジャンプ。これで出たら選ばないようにしよう。もう出ないかもしんないけどね、さすがに。よし、レッツフリオン、ワーリオ。お母様、もう一回ルーレットやりません？最上階まで送ってもらっていいですか。ねえ、クッパタワー4階です。ぬ、デイジー、変わった、敵が。デイジーさん、今度はデイジーさん、おてんばのとこまでそっくりです。さあ、どんなゲームで勝負しますか。ファイヤーバー、かわせとかやるね。わかんない、どんなだっけこれって。しゃがんでジャンプして、しゃがんでジャンプしてたっけ。しゃがむジャンプ、しゃがむジャンプね。オッケー、結構むずいんだよ確かこれ。コンピューターがすぐ死んでくれないと負けるよ、ちなみにこれ。ねえ、しゃがむって、こう、しゃがむ、ジャンプで、オッケーオッケーって、しゃがむ、はい、ジャンプ、しゃがむ、いいよ。あぶない、早くみんなかかって、早くやられてくれ、みんな。一人やられた、よし、いいぞ。二人やられてる、よしよしよし。オッケー、フィニッシュ。弱い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 。CPU 弱いぞ、これはいけるぞ、全然。登っていこうぜ、どんどん。俺、強いプラスをずっと戦ってたから、今まで。いや、負けはせんよ、そんなに。よし、じゃねー。さあ、登っている私、ダイダラ、ついに5階までやってきました。あ、ボスバっぽくないこれ。なんだ、部屋のアイコンが違う。なに、あわわわわわ、暗くて先がよく見えませんね。私くらいの苦手なんですよ。なんだ、何かいるの、あれはクリボー、なんだクリボー、タワークリボー、いっぱいいる。え、スマブラみたいな画面だった。タワークリボーの木の実は出る、これやったことないゲームだ。え、
タワークリボーに赤い木の実を投げて攻撃しましょう。だって移動で B ボタンで投げるんだ。 OK、 B ボタン、これがボスバトルゲームってやつか、噂の。やばいって。おうおうおう、さあ勝負といこうか。どうやったら負けなんだろう。投げたらいいんだよとりあえず。へい、ウェーイウェーイ。こうやってウェーイダブルでやっつけてやればいいんだよ。やめて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 。こいつら何なんだよこいつら、うざいな。うれ、やべ、えい、やべ、全然いい、まとめてやっつけらんない。よいしょ、 OK、 うん、よし、一体減ってる。ほら、ダウンしろダウンしろ。よし、はい、いや一体だけ、はい一体だけ、はい、よし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 。なんだ、半分減らしたら怒った。ない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 、高いな、まずいぞ、怒った。はい、振ってきた、早く、めっちゃ怒ってる。はい、ない、イガグリ振ってきた。ふい、なんかキノコだけじゃないぞ。キノコっていうかあれだ、リンゴ以外、木の実以外もう降ってくる。ややっかーい。えい、よし、オッケー、よし、やっつけてやれやっつけてやれ。うれい、やばいかも。やめてやめて、当たってない当たってない。はい、うわ怖い、リンゴ降ってきた、早く、リンゴ降ってこない。よし、はい、あと1体だ。あ、やべえ、あと1体だと。友達呼ぶんだ、お前。いいよ、友達連れてこいよ。よし、とどめといけ、おらードラー、俺の勝ちだ。クリボーなんかに負けるか。ワーリオナンバーワーン、最強。おーい、まあ、大丈夫です。はい、アイウェイ、よかった、勝てて。いや、なんかこれでマジで難しいの来るな。多分知らないゲーム来るんだろうな。フリープレイに追加されました。やった。よし、やっと攻略できたぜ。見事な勝利でしたよ。で、セーブできますよ。だって。え、どうしようかな。ん？さて、シャボン入荷。さて、今ね、まあ、6階まで来たんですけど、で、じゃあ一旦ちょっと置いといて、コレクション。ちょっとマリパポイントのね、使えるところだけちょっと使っちゃおうかなと思います。ちょっとね、買ってみたかったので、ね、思い出、買ってみようかな。アイテムキャッスルとか。これ買ったらなんか意味あんのかなってところで。ねえ、アベコベクッパカさんとか。結局絶対全部集まんないもんね、やったことないからさ。ゲームを。ねえ。ギャラリー見たかったんだよ、これ。これは何？あ、これは BGM が聞けるんだ、ここも。アベコベキャ、ねえ。ハプニングの時の曲とか。はえー。結構、あれなんだよ。オリジナルテーマちゃんと用意されてんだね。クッパ火山のテーマ。クッパ登場。クッパタワーの違うのね。クッパチャレンジ。ね。はい、じゃあちょっとすいません。今回短めですけど、ここまでラインにしておきましょうか。さあ、次回続きからやっていきましょう。さあ、ボスバトルなどなど。特殊なゲームとかもありつつ、そして多分ね、イベントが起こって CP も今後どんどん強くなってくることでしょう。俺は生き残れるのか。頑張ります。また応援よろしく。また次の動画でお会いしましょう。